ここがスタジオってやつか。ごはん、ここから渦巻きナルトの大冒険物語が始まるのであった。なんちゃってなんちゃって。あれ遅かったな、ナルト。ネジ、なんでお前がいるんだってばよ。依頼書には2名とあっただろ。そういうことだ。覚えてねえな。それよりナルト、お前監督に出会ったか。ここまで誰にも会ってねえってばよ。そうか。じゃあやっぱり監督は竜神の池へロケの下見に。ええ多分。なあなあ、みんな暗い顔してなんかあったのか。監督が地底湖に出かけたまま戻らない。迷子になったのかな。お前と同じレベルで考えるな。事件に巻き込まれた可能性もある。お願いします、監督を探してきてください。当初の任務とは違うがいいだろう。ありがとうございます。スタッフによるとここが竜神の池への入り口らしい。すっげえな、木の中に入るのか。けどよ、本当に地底湖なんてあんのか。ある。しかもかつては竜神信仰でにぎわっていたそうだ。竜神様ね。見ろ、地下に通じる入り口だ。監督って人はこの奥ってことだな。まず間違いないだろう。なら俺たちも行くしかねってばよ。ああ、行くぞナルト。ああ、どうしたんだよ急に立ち止まって。先客がいたとはな。出てこい、隠れても無駄だ。何者だってばよ今のやつは。さあな。だが歓迎されていないのが事実だ。ってことは監督って人も。ああ、奴らに捕まったと考えるべきだろう。こうしちゃいらんねってばよ、急ごうぜ。
結構高いってばよ。俺たちでも登るのはきついな。監督、ここを降りたのかな。降りたのならいいが、落ちていたら困る。怖いこと言うなよ。早く探そうぜ。人工的な貯水施設のようだわ。なんかここで行き止まりみてえだぜ。いや違うな。見ろ、潜って開けるしかねえな。無理だ、水圧で扉は開かない。じゃあどうすんだ。先に行くにはあれしかねえんだぞ。心配するな、見ろ。なるほど、こいつか。行くぜ。ああ、やれ。どうやら正解だったようだな。早速見に行こうぜ。見ろよネジ。これほどの大仕掛けで何を隠そうとしているんだ。なもん、扉を開けりゃ分かるってばよ。確かにな。
また出やがった。簡単には通らせてくれないらしいな。面白え、強引に通ってやる。ここも竜神の池だよな、ネジ。多分な。だが、何なんだこの違和感は。俺ってば、なんか嫌な予感してきたってばよ。4勝8勝16勝
この機械からわずかだが血の匂いがする。なぜだ。何やってんだよ。早くここから逃げようぜ。待て、この機械気にならないか。俺が気になるのはバカでかいカマキリだけだってばよ。それに監督って人もほっとけねえだろ。確かにな。よし、とにかく戻ろう。帝国に謎の施設か。ずいぶん前に放棄されたようでしたが。それでも秘密を守るために襲撃してきた。調査隊出すんだろ、ばあちゃん。当然そのつもりだ。俺もその一人だよな、やっぱ。いや、この件は常任に任せる。お前たちはもう帰れ。そんな、俺ってばやる気満々なのに。ばあちゃん、考え直してくれってばよ。考え直すのはお前の方だ。この任務、下人には荷が重すぎる。ぜ、そんな。嫌な予感がしますね、その話。こういうことをやるやつは私の知る限り一人しかいないね。ま、大体想像はつきますけどね。あいつ今度は何をするつもりだ。カカシ、地球調査隊を編成しろ。奴がそこで何をしていたか、それが知りたい。了解しました。